ナーディルシャーのムガル帝国侵攻は、イランのアフシャール長君主、ナーディルシャーが、北インドのムガル帝国へ侵攻した、遠征戦争。この戦争は、イラン側の大勝利に終わり、カルナールの戦いで、ムガル帝国軍を打ち破ったばかりか、帝都デリーを占拠し、同地を略奪、破壊した。ナーディルシャー18世紀初頭、ムガル帝国が衰退に入った時、イランを支配していた。 サファビー朝は、それより、前の17世紀のアッパース一世の死後から衰退に、入っていた。アッパース一世の死後、サファビー朝では、無能な王が続き、宮廷の内部争いなどで、王国は乱れ、アゼルバイジャンとバグダード、タブリーズを含む南イラクは、オスマン帝国に奪い返された。さらに、17世紀末、サファビー朝支配下のアフガニスタンでは、 アフガン系民族の反乱が起こり、アフガン系ギルザ遺族の反乱は深刻で、1722年には王朝の首都イスファハーンが占領された。その頃、1720年代から、トゥルク系アフシャール族のナーギルクリーベグという人物が、頭角を表した。この人物は、盗賊の首領であったが、サファビー朝の混乱に常時各地を制圧して力をつけ、カズビーにへ亡命していた。 サファビー朝の大タフマースプー2世と組み、1729年にイスファハーンを奪還した。その後、1730年までにナーディルハーンはイランからギルザ遺族を駆逐してアフガニスタン方面へと追い合った。ムガル帝国のムハンマドシャーに対してはギルザ遺族がイランに侵入せぬようにアフガニスタンを統治することを要請しているが、衰退している帝国に、 そのような力はなかった。1732年、サファビー朝がオスマン帝国に敗北して、タフマース・プニセイが屈辱的な条件の講和を結ぶと、ナーディル・ハーンはタフマース・プニセイを捕らえて敗した。彼はその息子アッパース3世を新たな王に即位させ、その摂政となりサファビー朝を支配した。その後、ナーディル・ハーンはトルコやロシアと戦い、 軍事的天才である彼は周辺諸国より優位に立ち、サファビー朝末期にイランの国力は急速に上がった。そして1736年にナーディル・ハーンはアッパース3世から王位を散脱してサファビー朝を廃止、シャーを名乗りナーディル・シャーとなり新たにアフシャール・アサを創始した。18世紀にインドのムガル帝国が衰退していたのに対しイランの方では 勢力が回復しているのを見ると、両国は実に対照的であると言える。カルナールの戦いで、帝国軍を打ち破るナーディルシャーナーディルシャーと交渉するムハンマドシャーその後、ナーディルシャーは、ムガル帝国の富を求めて、1737年にアフガニスタンへと侵攻した。インドとの中継地アフガニスタンにおいては、サファビー朝の衰退で1720年代に、 アフガン系ギルザイ族が支配するなど、イランもアフガニスタンの支配権を失っていた。同年4月、ナーディルシャーはギルザイ族の支配していたカンダハールを包囲した。ナーディルシャーはこの年が正面攻撃のみで陥落させることはできないことを分かっていたので、街の周りにいくつかの砦を築きたばかり、ナーディラーバードと呼ばれる要塞に軍を駐屯させた。また、 カンダハール包囲戦と並行してバンダレアッパースから東のバルーチスターンに向けて軍勢が出発しペルシア湾とマクラーン海岸に沿って行軍した。これは同地方を支配するカラーとのハーンを服属させるためのものであった。一年にわたる攻防戦の末1738年3月12日にカンダハールを獲得した。カンダハールの陥落は ギルザイ族によるアフガニスタン南東部支配の終焉を意味していた。そして、ムガル帝国がアフガン人の統治を失敗したことを口実に帝国領へ侵攻した。両国のガズニーの南に確定されていた国境をイラン軍が越えたのは1738年の初夏のことであった。彼はアフガニスタンの主要都市カーブルを占領し、アフガニスタン全域を支配下に置いた。 1739年初頭、イラン軍は北西インドにまで侵入し、帝国はパンジャーブのラホールが占領された時になって、ようやく大急ぎで防衛準備を始めた。だが、派閥争いをしていた貴族らは、派閥争いをやめず、防衛の指揮系統や防衛方法すら合意に至らずに、曖昧なまま、ムハンマドシャーを連れて戦場に赴いた。 彼ら貴族は相互に猜疑心と嫉妬心に駆られていた。1739年2月24日、デリーから110キロの地点カルナールで、ムガル帝国の大軍はイラン軍に打ち破られ、帝国軍は主だった指揮官をはじめ数万人の犠牲を払う大板手をかぶった。そのため、2日後にムハンマドシャーはナーディルシャーと講和を結ぶことにし、自らその交渉に当たった。 ただし、それは事実上の幸福であった。歴史家ムヒイリスはその時の状況をこう記している。デリーを略奪、破壊した後、それを見るナーディルシャーこうして、同年3月20日、ナーディルシャーは、軍と共に、デリーへ入場し、デリーを占領した。だが、これに不服だった、デリーの住人は、ムハンマドシャーの意に反して、21日に、イラン軍に反撃に出始め、 ナーディルシャーは軍に市民を皆殺しにするよう命じた。この虐殺による死者は3万人にも及んだとされ、イラン軍による殺戮、略奪、放火は凄まじく、デリーは無法地帯と化した。提出の財産がある、デリー城にも略奪が及び、宝物庫からはコーヒヌール、ダリア・アイエヌールのダイヤモンドなど、多数の財宝を運び出され、シャージャハーンのクジャクの玉座も持ち出されてしまった。 また、主だった貴族からは剣老金を徴収し、虐殺からかろうじて生き延びた、市中の人々にも身の白金が課せられた。ナーディルシャーは実に略奪額7億ルピーに相当すると推定される、戦利品を得たという。それは兵士に、未払いの給料と6ヶ月分の給料に相当する、特別手当の支払いを可能にし、イランにおいて3年間にわたる免税さえも、可能にした。 その後、同年5月、ナーディル・シャーは皇帝ムハンマド・シャーに、もはや戦意がないとわかると、彼はデリーから軍を撤退させることにし、その際にインダス川衛星の帝国領を割上させた。こうして、5月16日に、ナーディル・シャーは,は、途方もなく莫大な戦利品と共に、イランへと帰還し、ムハンマド・シャーは玉座に戻った。撤退後の首都デリーについてある文献はこう語る。 ナーディルシャーの侵略は、ムガル帝国の権威を完全に失墜させ、行政機構と財政を破壊し、中央機構から統制は、もはや不可能となった。宮廷の貴族らは、落ちぶれ、自分らの失った財産を取り戻すために、領地の農民らに、高額の小作量をかけたため、国土の経済水準すら下がるありさまだった。また、彼らは、豊かなジャーギールと行為の感触をめぐり、 これまで以上に熾烈な争いを繰り広げた。また、ナーディル・シャーによる、この決定的な一撃は、帝国の弱体化を、あらゆる勢力にさらけ出し、デリーへの侵入を許すことになった。それは、マラーターや、外国の交易会社などである。ナーディル・シャーのムガル帝国に対しての勝利は、莫大な富をイランにもたらしただけでなく、その後のオスマン帝国や、北コーカサス、 中央アジアへの長期遠征を可能とした。彼は帰還した後、すぐさま中央アジアのブハラハーン国、ヒバハーン国への遠征に取り掛かった。ABCD ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P312ABCD オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P226ABCD ロビンソン、 ムガル皇帝歴代史 P313ABCD ロビンソンムガル皇帝歴代史 P316ABC フォーヘルサング世界歴史創始アフガニスタンの歴史と文化 P フォーヘルサング世界歴史創始アフガニスタンの歴史と文化ピアニッシモ348から 349AB フォーヘルサング世界歴史創始アフガニスタンの歴史と文化 p349 abcde fg hijklm チャンドラ近代インドの歴史 p10 abcde オータニ世界歴史体系南アジア史に中世近世 p227 ハット abcde ロビンソンムガル皇帝歴代史、p254 アンアウトラインオブザヒストリーオブペルシャデューリングザラストツーセンチュリーズエドワード g ブラウンロンドン パッカード・ヒューマナティス・インスティチュート、P33。2010年9月24日、閲覧。ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P249 より引用、一部改編。スリッジ、ビクター、ロマンス・オブ・エンパイア、インディア・ハット・マーシュマン、P200、ネイダー・シャー。BRITANNICA.com。2014年6月26日、閲覧。 オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、年表、P42、ザソードオブペルシャ、ネーダーシャー、フロムトライバルウォーリアーツコンカーリングタイラント、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.nl スラッシュブックス、id=O4 回回 Qjh グレーン8、C& ピコグラム =Pa177& LPG イコール PA177&DQ イコールネイダーシャーゴアタモンズソースイコール BL&O ーツイコール 6DSWCQMRMG& シグイコール MX47SSSR2E6 オマイフ 5BS ケーク &HL イコール NL& サイコール X&A イコールクジャイル8マーブヌヨグヤジ ベドイコール 0CE496 ブスグック V イコール、オネパゲ &Q イコール、レーダーパーセント20シャーパーセント2十オーパーセント20アタモンズ &F イコールフォルス2014年6月26日、閲覧。ありがとうございます。